思いよ。夜分遅くにすいません。ただどうしても10代目に忍者ボーンを見せたくて。10代目ついに完成したっす、忍者ボム。すごいね、ゴクブラ君。じゃあ、俺はもう寝るよ。俺も寝るぞ。俺の忍者ボムの出来栄えが良すぎて安心してお休みになられたんですね。ありがとうございます。今日は静かに失礼します。また学校で会いましょう。爆発は学校にて全員の前でやります。リボン、どうしてここにいるの？みんなで出かけたんじゃ。まさか一人留守番の私を心配して。嬉しいわ。おやつを作ろうと思ってたんだけど、リボンの分も作るわね。どこかの資格でもいるの？愛の手作りおやつよ。あら、勘が鈍ったのかしら。あて、はい、出来上がり。食べてみて。腕によりをかけて作ったのよ。勘が鈍ったのかしら。嬉しいわ。いい食べっぷりよ。どう？おいしい？あら、勘が鈍ったのかしら。ごめんなさい、リボン。実はそれ、私が作ったんじゃないの。ちょっと失敗しちゃった。それはママの作ったお菓子なの。ありがとう、リボン。心が広いのね。完食ね。よう、元気か？ああ、俺今日は部下の慰安でな、遊ばせてやってんだ。おっと、これって。おっと、うん、まあ、いっ。まあそう言うな。連中俺のために毎日命張って頑張ってんだ。おっと、エクセレント。
よ。行くぜ。やってやるぜ。死ぬ気で暗殺。いやー、何しやがるてめえ。さっきから全然変身しているように見えねえぞ。誰がどう見てもツナだ。変身だって結局一瞬で異常害する練習でしかないんだよ。死ぬ気弾撃たれたら一瞬でパンツ一枚なのに。死ぬ気弾はそんなことのために使うもんじゃねえぞ。ツナさん、いきなりパンツ一枚だなんてエッチすぎです。だあ、ハルコとなんでいきなり部屋に入ってくるんだよ。ハルはツナさんの変身のお手伝いに来たんです。お前が俺に変身する技をマスターした話なら京子ちゃんから聞いたけどさ、やっぱりハルに代役なんて頼めないよ。違うんです、奥寺さんや山本さんに事情を聞いて型を取らせてもらってきたんです。このシリコンマスクを使えばツナさんも完璧に奥寺さんや山本さんに変身できますよ。こんな具合ですけどどうですか、ツナさん。すごいよ、完璧だ。ちなみにツナさんのシリコンマスクはハルがツナさんのお顔をイメージして型取りせずに自作してみました。すげえな。それビジネスにしてみねえか。マフィアから引く手あまただぞ。まあその話は置いといて貸してみてよ。俺練習するから。どうぞどうぞ。どうかな、俺コクデラ君に見える？俺らはそんなにヘラヘラしてねえぞ。あら、早く来てた。ビアンケ、俺だよ、ツナ。ひょっとしてハルが作ったの？そうなんです、ツナさん、ビアンケさんが間違えるくらいだから完璧ですよ。なんか俺、自信が出てきたよ。面白そうね。私のも作れるでしょ。取らせてもらえればすぐですよ。じゃあお願いする。台所へ。問題はスピードだな。ノロノロやってたら変身にならねえぞ。わかってる、やっぱり練習するしかないよね。どうかな、おせえ。今度はさっきより押せ。どう？変わってね。十代目、調子はどうすか？ああ、奥寺君。なんだてめえは。あ、そっか。これでどうかな。山本俺だよ。おお、十体目すんげえ上手くなりましたね。アホンナに作らせたシリコンマスクっすか？そうなんだ、まだちょっと変身に時間がかかるんだけど。そんだけできりゃあとは練習次第でどんどん速くなりますよ。あら、僕でら今度は本物ね。うわー、なんで姉貴が二人も。ハル、やっぱりあなたの変身術は最高ね。これなら
本物のジャパニーズ忍者にも負けねえな。ハル、ビアンキ、とりあえず他の誰かに変身して。困った子ね。パンチの開発をしていたところだ。貴様も特訓を続けていればいつの日か極限な技を身につけられるぞ。そうだ、今から特訓をしようではないか。これは極限に気のせいだな。見てるだけ？おい、それはないだろう。これはつわものの匂いか。ああ、仕方ない。ならば極限の見物をしていけ。ボンゴレ10代目ですか。これは嫌な場所で会いましたね。おや、エクセレル。行くぜ、始めるぜ。まずは一つ出番ですよ。死ぬ気で暗殺。は修行中だぞ。チーターの檻で足の速さを鍛えてる最中だ。お前も修行するか？
ぞ。いつでも大歓迎だ。なら強制はしねえぞ。どれ、ツナの様子でも見てくるか。チーターに食われてねえといいけどな。甘いよ。さあ、噛み殺してやる。無理しない。ですね、行くぜ。はい、楽しませてね。釣りの魚は釣ったら戻すのがマナーだ。君とまだまだ楽しめそうだ。ランボさん、手裏剣だもんね。ミラクル光線よ。あ、忍者だ。忍者、忍者。ランボさんやる。大丈夫だもんね。
皆さんへ。